エストリ、歴史は、ハリカルナッソスのヘロドトスが記した、歴史書である。この書を表したことにより彼は、歴史の父と呼ばれる。紀元前5世紀のアケメネス朝、ペルシアと古代ギリシアショポリス間の戦争を、中心的主題とし、ペルシアの建国及び拡大、オリエント世界各地の歴史、風俗や伝説を散りばめた地種でもある。紀元前443年。 アテナイによる南イタリアのトゥリオイシの植民にヘロドトスは参加し、この地で記した。イオニア方言で記述されている。ヘロドトスは古代世界を旅し、各地の話を集めていったと思われる。10世紀後半に東ローマ帝国で編纂された数ダ辞典によれば、ヘロドトスは統治者へのクーデターへ参加したためにハリカルナスソスから追放されたとある。 旅はこの機会に行われたと見られている。ギリシアとペルシアのさかいの原因として、ヘロドトスは絶対的権力を持つペルシア王と民主的行政府を持つギリシアのイデオロギーの相違が原因であると研究している。有名なマラトンの戦いは第6巻に含まれている。後にアレクサンドリアの学者によって9巻に分けられ、各巻には 学芸の女神ムーサたちの名前が完成られた。順に、クレヨ、エウテルペ、タレア、メルポメネ、テルプシコラ、エラト、ポリュヒュムニア、ウラニア、カリオペ。第1巻第4巻では、オリエント各地の成り立ちと、アケメネス朝、ペルシアによる征服活動が、第5巻第9巻では、ペルシア戦争の経緯が描かれる。以下の各巻内の招待名は、松平千秋によるもの。 内の数字は、不死数。デルフォイ、野外劇場からの眺め作品の始まりでは、ヘロドトスがこの作品を書く理由を述べている。エジプトの神、ハトホルの像をミルティアです。テルモピュライでのレオニダス一世、ジャック・ルイ・ダビットがギリシャの三段階線内の数字は、主に活躍する巻、不死。ありがとうございます。